ベルトビズ。雨がだんだんと激しさを増す中。皇居の宮殿には、今年の勲章受賞者が姿を見せました。松の間では、東北電力の高橋宏明元社長ら8人に勲章が手渡されました。その後、勲章をつけた参加者に対し。天皇陛下は、一人一人に。 お体に気をつけてなどと声をかけられていました。勲章の授与は、例年春と秋にそれぞれ行われますが、今年の春は新型コロナの感染拡大の影響で行うことができず、秋にまとめて行われました。松の間には勲章をもらう人の配偶者も参加し、マスクをしていることなどを除けば、少しずつ宮殿の行事も平常を取り戻しつつあります。 皇居では雨が激しくなり恒例となっている宮殿前の庭での記念撮影は行えませんでした。